野村芳雄の好きで何が悪い。バッドカンパニーで Can't Get Enough 聞いていただきました。ということで始まりました、エモーショナルビート野村芳雄の好きで何が悪いでございます。暑いのよとにかく暑いのよ、本当にびっくりするような、うだるような暑さなんですけど、でも本当は今日から立秋、秋であるっていうね、暦の上では秋であるっていうはずなんですけど、きっと昔はそろそろ涼しくなる頃からだったんだ、この辺から涼しくなるんだったんだろうねっていう感じですね。あ、これでもあれなんだよ、これなんで暑いのかっていうと、東京にいて僕はずっと暑いと感じているんだが、アスファルトが暑くさせるらしいね、やっぱり。だから舗装道路とかさ、そういうんじゃなくて砂利道とかさ、あぜ道とかさ、そういうのでさ暮らしてる人たちとかはさ、やっぱりこの暑さとまた違った感じでね、暑さを照り返さないような生活をしてるんじゃないかななんて思いますけどね。ということで、暑さに負けずにというふうに思っちょりますが、先週は特別ゲストにライダーチップスのボーカルリッキーさんがね、撮影のまま僕が連れてきちゃったんですけれども、リッキーも参加してお届けしました、好きで何が悪いでございましたが、その際終わりがけに次回のお題決めてよってリッキーちゃんに言ったら、本当に何も考えてない男で、痩せる方法みたいな、おすすめダイエットどうすか、おすすめダイエットどうすかとかっていうことで、おすすめダイエットと今回はですね、本日のお題、夏のおすすめダイエット、私これで痩せました、これいうタイトルでですね、今日は行きたいなと思いますけれども、すごい、いや、いっぱい来ますね、これも気になるところなんだろうね。痩せたけど痩せたままか戻りましたっていうのもあるだろうし、そういうのもありますけど、皆さんからまだまだメールも受け付けております。メールアドレスは info@885fm.jp、info ね、@885fm.jp となっておりますので、本日のお題は夏のおすすめダイエット、私これで痩せましたっていうことでございます。もうメールの方がいくつかもう来てて、ちょっと1個だけも読みたいんだけど、かこさんね、夏のおすすめダイエット、私はお蕎麦とやっこ、冷たいお蕎麦が好きなので、山菜蕎麦やおろし蕎麦などさまざまなメニューでそれプラスやっこ、こちらも薬味で変化をつけて味に変化を持たせて飽きずに続けられました。これで3キロから5キロは減りましたよ。おお、すごいね。僕もさ、すっごい今そばに凝っててさ、そばっていうか麺類に凝ってて、どうしてもそうめん食べたかったのよ。でそうめんを食べたいなと思って、そうめんを、買いに行って、でそうめんを作ってみたかったの。初めて作ったんだけど、そうめんを初めて作ったんだけど、うまく水切りができない。ザルみたいなのやってたんだけど、最初やけどしそうになっちゃって、あっちゃーみたいなさ、どうすればいいんだろうと思って、その、後に、あれ買ったのよ。ラーメン屋さんの、これ、麺の、これやるじゃん。振って、キャッキャッ、湯切り、これ、ね、あれを1個買って、これだと思って見つけ、いや快適ね。そっからもう細いうどんだったり日本そばだったり、とにかく麺類がこれがやりたい、湯切りがしたくて麺類ばっか食べてますということで、単なるね、これがやりたいだけなんで、でも水で締めるときは氷水で締めたりとかね、いろんなこと考えるよ、こうバーってやったりするよ、ということでございまして、同じ、じゃあ痩せれるかしら話もという感じでございまして、それでは、皆さんからのメールもたくさんお待ちしておりますということで、ここで2曲続けて聴いていただきましょうかね。
ロッド・スチュワートでスリータイムルーザー、そして澤田健二&井上貴之バンドで恋は邪魔者、こちらはライブでお届けします。さあ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 、もうみんな痩せる話ばっかりだよ。今 YouTube で見てると、そこにみんなチャットしてるんだけど、痩せる、痩せたい、痩せる、痩せない、痩せる、太る、太らない、太る、太るっていう話ばっかだね。じゃあそんな時に次のコーナー行ってみたいと思います。よちさんぽ、ありがとうございます。ということでございます。あ、今日何歩でしょう。あ、すごい、2444、2444。でもなんかいつもより少ない感じがするな。なるべく歩かないようにしてるからかな、暑いから。でもね、実際問題散歩にね出る気持ちがすごく薄い、暑すぎて。うん、で外になんか買い物に行こうとかそういう時でも極力日陰を探して、日陰を探してっていう風にやってるんで、歩数はちょっと夏は上がんないですね。でもちょっと行かなきゃいけないところがあったんですよ、昨日。マクドナルドマクドナルドでハワイナウって今ちょうどそういうフェアやってるわけですよ。でそうするともう毎年やるんだけどね、ハワイシリーズね。でこのさ、ガーリックシュリンプバーガーが好きなわけね。ガーッ、みんな見えるかな、ガーリックシュリンプだよ、これだよ、見えないか持ってきたんだけど、でチーズロコモコも美味しかったんだよ。もう両方食べてるでしょ。1日1個しか食べないですけど、あ、まだねこれ食べてないんだよ、ざく切りポテト&ビーフ、これはちょっと近々行きたいなっていうふうに思ってるんですが、昨日ねこのお店に行ったわけ、マクドナルドに行って並んでたの。並んでたらやっぱこれの大きな看板みたいのがさ、こうなんかあってさ、ほんで何気にこう 見てるじゃないね、バーって見てたらすっごい珍しいもんがあって、え、マクドナルドだよねって思ったら、アンパンケーキって書いてあったの。え、すっげえ、なんか新しい挑戦、チャレンジって思って、マックでアンパンケーキかと思って、自分が前の人がさ、お客さんがさ、オーダーしてずれるとさ、一歩前に行くじゃん。そうするとその見えなかった部分がちょっと見え始める、こう文字とかが。そしたら正しいのがハワイアンパンケーキだったっていうハワイっていう言葉がちょうど柱かなんかで見えなかったんだよ。そしたらアンパンケーキかいみたいなさ、あれアンパンでいいんじゃねえのとかって思ってたら、ハワイアンパンケーキだったの。アンパンケーキかと思ってびっくりしましたよ、ということでございました。あ、でもね、ちょっと面白いこと言うと、面白いこと言うとっていうよりも面白いこと教えちゃうと、僕ねこれチラシあるじゃないですか、マックのチラシ、全てではないんですけど、だいたい20年分ぐらい、20数年前からこれを集めて、歴史が面白いよ、すっごく。うん、だ値段も変わってたりとかさ、ちょっと逆に安くなってってるバーガーがあったりとか、あ、この頃あんなのあったねみたいな、うん、あ、またチキンタッタバーガーが復活したねとかさ、そういうなんか25年もすればいろんな知らないバーガーが出てくるっていう、それを見るのが好きでなんか集めちゃってるっていう、うん、であの頃のなんだもらえるのあるじゃないですか、そういうちびっこセットでね、おもちゃとかもいろんなおもちゃがあって、いろんまだその当時はねオリジナルグッズだったりするわけ、ほいで何かのキャラクターです、ポケモンですとかそういうんじゃないものだったりするから、すごくオリジナリティ溢れてて、それもそれですごく幸せな感じ。うん、意外と面白い、こういうチラシはね、意外と取っとくのはいい、ファイルすんの、ファイルすんの、ファイルして、もう結構 このぐらいのファイリングされてるわけですよ、僕の部屋にあるんですけど、だから物が増えるんだな。うん、まあもう今日痩せる話ですけど、そんなことより断捨離しろっていうことかもしれませんけど、でもこういうね歴史があるものはね、どうも処分しかねないね。うん、なんかそんな、まあ単なるこういう
うん、チラシというか目に塗って言いますかですね、そういうのの、あれなんで、オタクなんで、ギターのカタログも持ってるもんだって。中学校ぐらいの時からのやつを結構取っといてあるよ。その当時のビシリッチだったりフェンダーだったりとか、そういう、高級ギターたちのカタログとかも取っといてあるし、うん、自分が集めたやつね、その当時自転車で楽器屋さん回って、うん、その辺も見てるのも面白い、すごく値段とかもすごい面白いしね、ということでございます。今日、まあ、今日よち散歩全然散歩してねえじゃんっていう、そう実は本当に散歩してなくてさ、なんでかっていうとさ、野村父が自転車ね僕にくれたんですよ、もう二十数年前の自転車を。もちろんギアチェンジもできなければ電動でもないし、とても辛いんですけど、歩くより楽っていうのが分かっちゃって、意外とね自転車ではあちこち行ってるんだよね。で自転車乗ったままなんか街の写真とかも撮ってたりとかもするんだけど、だから散歩量が減っちゃったっていうのは事実。その代わりちょっとね、筋肉痛も、ふくらはぎかな、自転車が重いからペダルがふくらはぎかなんかが筋肉痛みたいな、そういうのはちょっとありますけどね、うん、だけどあこれはもっと楽ないい自転車が欲しいなとかっていうんじゃなくて、あの自転車がいいんだよと思ってたらパンクしててさ、この前乗ろうとしたら自転車屋さん、一番近い自転車屋さんに押してったの、休みでさ、あもう嘘で、ずっとそこは休みになっちゃってたみたいで、張り紙で緊急事態宣言で、さらに遠い自転車まで自転車屋さんまで押してって、すいませんパンクなんですけどって、あはいって言って、じゃあお預かりしますって言って、明日の昼過ぎ取りに来てくださいとかっていう話になって、遠いんだよ、遠くまで持ってっちゃったから、遠くから帰ってきて次の日昼過ぎしたら暑いんだよみたいな、なんかそういう試練も味わいながらも、でも自転車とても順調なんで、自転車乗りがちでありますっていう感じでございます。まあ今日は、どっちかっていうとこういうチラシ系ね、目に縫う系、そして、自転車の話になっちゃいましたけれども、というまた、来月もですね、なんかどっか歩いたりとか、なんか新しいもの見つけたらご報告したいななんて思っておりますということで、あれまだあれでしょ、オリンピックやってるんでしょ。ね、オリンピックにぴったりな曲をここでお届けしようかなと、意識は全然してないんですけど、オリンピックにぴったりなんだなっていう、だってオリンピック見てないからさ一切。でもね、はっきり言ってオリンピックがどうのこうのじゃなくて、テレビを見ないって根本的に、そもそもテレビを見ないのでオリンピックを見ないっていうだけのことであって、まあ、好きな人はもうかじりついて見てるんだと思いますけどね。そんなオリンピックにぴったりな曲をお届けしましょう、ショータウィズテンパークリバーサイドロックンロールバンドで夢を追いかけて。ショータウィズテンパークリバーサイドロックンロールバンドで7月の21日に発売になりました5枚目のアルバムの中から夢を追いかけて聴いていただきました。さあ、そろそろみんなが気になるあの今日のお題の方に行きたいと思いますけれども、やっぱりあのいろんなそういうダイエット方法っていうか、基本やっぱ運動するとかスクワットとかさ、そういうねトレーニングするとか、そういうジムに行くとかっていう人もやっぱりいるし、でもなぜでしょう、一番多いのは食べ物系やっぱ食べたいよね、うん、けいこちゃん、ラジオネームけいこちゃん いただきました、ダイエット法は冷たいものを、ね、飲食しないダイエット、ね、油は冷やしたら固まりますよね、だから体を冷やさないように夏でもドリンクは常温以上、食べ物も冷たいものを食べたら温かいお茶を飲むなどして徹底的に冷やさないようにしてたところ、15キロぐらい痩せました。マジ？じゃあ僕は毎晩のジャックダニエルはお湯割りにします。嘘つきました嘘、絶対無理、うん、そうだよ。あとはね、いろいろありますね、うん、あ、これかわいいですね、カボちゃんね、カボさんいただきました。
今メール来た、娘が小さい頃娘の離乳食を食べて娘を抱っこしてエクササイズして痩せました。今は年のせいか何もしなくても体重が減り始めました。娘の離乳食を食べて、そうありかな。ちょっと宇宙食みたいな感じじゃない、気分的に。これすごいよ、ありえないっしょ。ペンネームマリちゃん、なんとカキピーで痩せました。夜遅くお腹が空いた時カキピーを食べていただけで体重が落ちました。落ちていきました。やっぱ落ちていきました。お試しあれ。カキピー、これご飯も食べた上で夜お腹空いたからカキピー食べようかな、つまんじゃおうかなってことなんでしょう。あれでも本当は太るんだよ。あのカキの種とピーナッツを一緒に食べると太るはずなんだけど、どうした。本当にそんなことがあるのかな。ねえ、あ、これいいの来た、いいの来てますね。ラジオネームないね、ない。あ、ありました、ももちゃん。ラジオネームももちゃんありました。失恋、これが一番痩せたかな。なぜか夏に別れることが多く、おかげさまで夏痩せていきます。そうっすか、そうっすか。大事ですねそれね、失恋ね。あ、でも本当にそれ心の病気で痩せるってことでしょ。失恋っていうのは心気持ちの、あの悩み事とかあると痩せるんだよ。本当に本気で悩んじゃうと、あの脳みそがさ指令を出すの、腸の方に。脳みそって直に腸に指令を出して、それであの今悩んでるんだよとかってやってると腸の方が参ったなーって下しちゃうの。それで痩せる。腸っていうのは本当にこの脳みそのなんていうのかな、体調っていう言い方変かもしれないけど、あの体調を腸で分かるっていうね、そうつながってるんで、悩み事が多いと下痢とかするんですよみんな。なんか変なもん食べたっけかななんて思って、食べてないんだけどな、でもなんでだろう、お腹の調子が悪いなっていう時は大抵何か悩み事を持ってる時、体の調子が悪くないのに下痢しちゃう。これだから失恋とかもそうかもしれないですよ、本当に痩せるかもしれないね。これはなんかちょっと分かる気がする。あ、この辺いいですね。これちょっとこれだけ読んじゃおうかな、それで曲に行こうかな。福岡のかまさんでいいのかなこれ。あ、福岡のかまさん、夏のおすすめダイエット、スイカです。夜ご飯スイカ。ほぼ水分なんでお腹すぐいっぱいタップタップになります。夜ご飯スイカ。このあけみさんね、あけみさん、夏の一時期の夕飯をスイカにして3キロ痩せましたって、スイカ決定、優勝、スイカ優勝。もうスイカにしましょう、みんな晩ご飯はスイカ決定ということでございまして、じゃあそんな、スイカ決定したところでですね、今年の一押し美濃姫の曲いきたいと思いますけど、今日7日なんでみんなが、たい焼きの歌かけると思ってますけど、まだあれやってるでしょ、オリンピックやってるでしょ、美濃姫にもオリンピックっぽい曲があるんで、そこにちょっと合わせていこうかなと思います。聴いていただきたいと思います。美濃姫でランナー、美濃姫でランナー聴いていただきました。さあ、せっかく今日のねメールお題がダイエット、夏のおすすめダイエット、夏のっていうところがいいね、だからスイカがね登場したりなんかするんですけれども、これ僕はこれに賛成。マチュー、滋賀のマチューね、焼肉ダイエットです。材料はもやし1袋、好きな焼肉1枚から3枚、お好みのポン酢などって書いて、で朝と昼は控えめに食べて、夜はもやし焼肉、1ヶ月もすれば3キロ落ちますよっていう。まあお肉って太んないっていうから、やっぱそれはありなのかもしれないけど、焼肉に行くじゃない。あのさ、今日リッキーちゃん、本当はこんなに今いい話してるのに、リッキーちゃんゲストに呼べばよかったね、本当にね。そんなリッキーの秘密を教えちゃうと、僕は焼肉でタレをつけないで食べる人なんですよ。
焼肉は焼く、ねまあ、焼肉のお皿が出てくる焼肉屋さんでね、で焼くそのままあの山中だったりとかこう野菜と一緒に食べる人なの、あのタレいらない人なの、タレは一切つけないので、でリッキーちゃんこの前2人で焼肉食べ行ったの、その時に僕はそういう人、リッキーちゃん焼肉のタレをおかわりした人、おかわりしたんだけど、タレに肉をつける食べるで、ご飯はちょっと控えめにしてたけど、あの人はだけど、最後の1枚の食べ方がすごい印象的だったの、最後の1枚を、タレに入れるタレの小皿に肉を入れる、その上にちょっと残ってるご飯を乗せる、残った汁ごといくっていう風にびっくりしたんでね、お前なんだよそれみたいなさ、なんだよそれみたいな、あれはダメです、どうせ食べるならですね、タレとかもう味付けされてる肉だったらあえてタレつけなくても十分美味しいですからね、そのあれタレの中に肉入れてご飯入れてそのままいくっていうのはもうタレご飯だから、あれ単なるね、ダメだから、あとはですね、いろいろ、あ、すごいな、これ最近流行ってるでしょそういうの、この人はラジオネームひとみさんね、1日3食きちんと食べないようにしてます、人間って食べたものを消化するのに4時間から12時間かかるそうで、消化しきらないうちに食べ物がまた入ってくると体はずっと消化という働きをしなければならない、だからお休みすることも必要だから、間を、ね、開けてあげることっていう、ね、と以前胃腸を壊した時にお医者さんに言われたっていう、あのダイエットでさ16時間ダイエットとかやってるでしょ、16時間胃を休める、要するに何を食べてもいいんだって、じゃあ今食べようか、今じゃあもうすぐ5時です、5時に例えば好きなもの食べよう、焼肉だろうがさ、カツ丼だろうがさ、いろんな何でもいいよ、バーンって食べたら12、13、14、15、16、朝の9時まで何も食べちゃダメっていう、うん、今食べたらどうだ、できるか、お前にできるか、じゃあ追加決定追加決定ということでございましてですね、なんかそういう本当に胃を休めることによって体の中がすごく良い感じに、何全部浄化されるみたいな、そういうこともあるらしいですよ、うん、ということでございましてですね、ちょっと行けるだけ行こう、あでもほらこれやっぱそうだよね、この人もそう、ぷくぷくみさん、ラジオネームぷくぷくみさんね、いつも着ているデニムが履きづらくなったら夜7時以降何も食べないようにする普段は夕食後おやつ食べたりするのでおやつ我慢しますで、つまみ食いは厳禁ですね、やっぱね基本ね、うん、何かを食べるとかちょっと食べちゃうっていうのはあれですけどね、あとはね、あすごい人がいましたよ、だあれですね、僕のライバルですね、ラジオネームタカちゃん、この人、あのね、倉庫にお勤めしてるみたい、ね、それで巨大倉庫での仕事なんだって、でそれ数年前にあったんだけど、郊外に建てられた倉庫は本当に広大で、とにかく歩きます、大体平均でも1日2万歩、多い時は最大2万4千歩歩いたことあります。エアコンのない倉庫の夏は水を浴びたように汗をかきます。そんな仕事を続けていると気がつけば半年ぐらいで14キロ痩せました。すごいっすね。やっぱじゃあ、まあ倉庫を歩かなきゃいけないので14キロ痩せたのかもしれないけど、ということはだいたい1日2万歩歩いてれば半年ぐらいで10キロ以上痩せるんじゃないかっていうことだよね。おやっぱ歩いたりするのはすごい大事なんじゃないですか、うん、意外と、まあ、食べ物のあれもあるかも、でもそういう風にしてるとお腹空いちゃうね、そんだけ歩くときっと汗もかいて水分も取って水も飲みたいしとか、そこの加減が一番いい感じにいったんじゃないですかね、そんだけ痩せたっていうことはね、ありますけどね、ということでございまして、じゃあこの辺でまた曲の方にちょっと戻ろうかなと思います。ですね、僕大好きな曲なんでございますけども、これはもう昔だね、もう結構前だね、
あのロスに行った時にロスに泊まってたモーテルの、テレビ、その頃まだテレビ、あ、外国ではテレビ見るからだ、あのね、テレビ MTV から流れてきて衝撃を受けた曲なんですけど、今日の皆さんにぴったりかもしれませんね。日本語のタイトルがついてないんですけど、あえて直訳すると、あの、人生っつうのは高速道路だよっていう曲、だから高速道路のように人生なんかバーって駆け抜けちゃうんだぜ、だからもうじっくり行こうぜとかっていうことなのかもしれない、好きなことやって、いっぱい痩せようってことじゃない、聞いてください、トム・コクラインで Life is a Highway。 トム・コクラインで Life is a Highway 聞いていただきました。サビ聞くと、あ、知ってる、聞いたことあるって思う方もたくさんいらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、ということで今日はですね、皆さんからのお題、ね、あ、メッセージね、お題のメッセージ、夏のおすすめダイエット、私これで痩せました、いっぱい、本当ありがとうございました、今日もたくさんのメールが来たんで嬉しかったでございます。でもね、すごい人いたよ、ユミポン、この人、階段トレーニング、夕暮れ時マンションの最上階、それ16階まで階段で上り、自宅の階まで降りるけどなかなかハード、そこでご褒美は最上階からの真夏の日々変わる景色、それ素敵ですね、その景色を見るのは素敵かもしれないけど、自分家が何階かっていう問題だよね、これ2階とかだったらびっくりするけどね、ね、1階から16階まで行って2階の部屋に帰るだったらびっくりするんだけどね、何階って書いてないんで、それで15階とかだったらがっくりだけどね、これまたその、あの会にもよるよね、きっとね、そういうのありますけどね、あとこういう方もいらっしゃいましたよ、同じ階段も、ね、使うんですけど、見えたん、ね、階段を使います、あとは熱いもの辛いものを食べて大量の汗をかくっていう、あ、辛いのね、そういうのもありますけど、まあ、それぞれの痩せ方があるのかもしれませんけど、まあ、とにかくあのどか食いしなきゃ大丈夫よどか食いはしなきゃ大丈夫、あとは倒れないようにしていただきたいと思いますね、という感じで、僕は、もう明日からかライブ三昧の日々が来るんで、これで太るか痩せるかはアーティストによるかな、一緒にやるそれによりますね、ただライブ終わった後にご飯屋さんって今時空いてないんで、そんなに太んないんじゃないかなと思いますけど、お昼食べ過ぎないようにしようかなとも思いますね、明日はもう福岡、明日からもうずっとね、簡単に行くとね、アーティストも、アーティストも言わない、場所を言っておくと、福岡、広島、神戸、奈良、大阪、京都、神戸、大阪、名古屋、横浜、名古屋、下北沢まで走り抜けますということで、いろんなライブをやってますんで、もしお近くの方探していただけたらなと思いますという感じで、さてさて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、次回の放送は9月の4日、いいですね、9月の4日ということでございまして、お題です、一押しの便利グッズ教えてくださいね、こう涼しくなるのもこれすごい便利よとかっていうのもあるし、逆に料理するときにこれがあると便利よとかさ、自転車乗るときにこんな装置があるんだぜとか、なんかそういうのがあったらすごい教えてほしいなと思うんですけれども、一押しの便利グッズ、ね、まあきっと使ったからこそ一押しになるんだと思います、皆さんぜひ教えてくださいということでございまして、お送りしてきましたエモーショナルビート、そろそろお別れの時間であります。お題、ね、次回のお題は一押しの便利グッズ教えてくださいということで、この時間のお相手は私野村翔でございました。この番組は WR レーベルの提供でお送りしました。それではまたお着皆さん。